講談社の扱いなんか最悪でしたから、結構苦労してるんですよ。そうですね、デスゲームの会場ですから、子供の心を掴んでるって言うけど、違う、先生は掴んでねえんだよ。そうだ、前来てもらって次、あ、山田先生のやつ呼ばれるから、山田先生の最近のやつ見ようと思ったら、はいはいはい、杖にここに行ったっていう動画あるじゃないですか。Bバージンのこれ編集者にこれ言われてとか、あの絶望にキックした時はスパの編集者にこれ言われてとか、はい、こんな人生だったって、俺もっと好き勝手に漫画描いてると思ったからさ。そう思われてんですよ、チャラいチャラいって言われて、結構苦労してるんですよ。で、岡田さんに救われた時期も本当めちゃめちゃ苦労してたんですよ。何もうまくいかなかった時期だった。あ、そうだね、連載がなんか1年準備してたやつが結局ダメでっていうのが2連続であったみたいだけど、俺が見てるだけで2連続だから、実際あれ5連続ぐらい、5連続ぐらい、ひどいもんですよ。うん、本当に講談社の扱いなんか最悪でしたから。あ、はい、見たあの回見ただけでも俺も途中で怖くてやめたもん。いや、やめた方がいいと思います。本当に恐ろしいです、思い出したくないです。いや、本当にそうですよね。漫画家ってすごい職業だよ。残酷な仕事してよ。残酷な仕事だよね。残酷ですよ。だって才能があるやつら集めて、そうです、それで孤独作るみたいなもんだよね。なんかサソリとかエビとか入れて、あれ完全に孤独ですね。雑誌ってデスゲームの会場ですからね。だからこの中でつまんないやつ殺すぞっていうやってんですよ、あれ。鳥島さんとか、ね、しれっとテレビ出てますけど、それ面白いやつが残るんだったらさ、納得できるんだけど、はいはい、人気があるやつが残るって、で、人気って編集者すら分かんないじゃん。俺こないだ面白かったのが、なんか久しぶりになんか会った人と話してて、ドラゴンボールの鳥山明さんが死んだ時にゆで卵先生が、あの一時期バチバチでお互い大嫌いだったって聞いてて、で20代とか10代ぐらいの人が、なんでゆで卵風情が鳥山先生の敵だなんて、世界の鳥山に対してあんな幼稚な漫画描いてる歌の方がっていう、まあまあごめんね、あの、まあそういうふうに俺には読めたんだよ。でその気持ち分かると同時に、あの当時のジャンプでドラゴンボールが1位取れなかったのお前ら知らないんだと、ずっと平均的に筋肉マンの方が上だったわけじゃん。でそれって編集者でも読めないメカニズムで、よくゆで卵先生って子供の心を掴んでるって言うけど、違う、筋肉マンが子供の心を掴んでるだけであって、ゆで先生は掴んでねえんだよ。ゆで先生が投げる球がたまたま子供の心にジャストミートするだけで、ゆで先生自身も何がいいのかとか自分が面白いの書いてんだよ。でもそれが何でいいのかが分かんないから、ジャンプ編集部も第2のゆで卵作れないわけだよね。あ、それが狙って出した結果じゃなかった、メカニズム化されてるんだったら、第2のゆで卵なり何の筋肉マン出せるはずだけども、できなかったんだもん。それができないということは、やっぱり漫画家っていうのは面白さで比較されるんだったら、漫画家自身も納得できるんだけどさ、人気で出すまで分かんないから、そうです。だからどれをまず選ぶのかが編集者、そうです、で出たら次は読者の人気投票っていうさ、二重の理不尽なフィルター。コンテストが2回やってるんですね。でコンテストのルールが2回違うの。1回戦がコントで、決勝戦が漫才の不思議両方やるみたいなことなんだ。審査員変わるんですよね。それ思ったら、なんかよく山田先生あそこで生きて生き残ってきたと。そうなんだ。だから絶望に効く薬で岡田さんに会いに行ってるタイミングでも、俺方法の手ですよ。だってオリジナルの漫画描かせてもらえなくなってるんですよ。そうだ、それでゼブラマン描けって言われて、知らねえよっていう。そのゼブラマンが面白いんだ、またそうなん。本当に読んだ方がいいよ。読んで本当に。工藤官九郎とがっぷり組めたの多分山田礼二だけだ。俺だけだと。そうそう、他の人みんなね逃げるんだよ、工藤官九郎と組む時ちょっと外すんだけどもね、がっぷり組んだもんな。そうですね。でも、もう完全に封じられた状態で、もう人の話聞いてこいって言われて、それで岡田さんに会いに行ったんです、ね、それでだったんだ。そうですよ、そんなコーナー